私は38歳で在宅ワークをしている主婦です。私と夫は義実家で暮らしているのですが、義実家は夫の祖父母と両親の世代から2世帯住宅でした。義両親が私たちの方へやってくることはなく、特に干渉されることもなかったのですが、夫は私のことを放って頻繁に義両親側へと行っていました。義両親側へ行くと食事を共にして帰ってくるのですが、それを言ってくるのは毎回突然で、私はその度に自分で作った料理を夫の分まで一人で食べていました。正直、そんな夫に不満はありましたが、施設育ちの私は家族という存在に憧れを抱いており、夫もそのことを知っていたので、私の方から離婚を言い出さないことを分かっていたのです。私が何も言わないのをいいことに、夫は次第に私をないがしろにするようになったのです。それでも夫のことは信じていたし、離婚などを考えていませんでしたが、しかし夫にとって私は決して大切な存在ではなかったのでした。夫の転勤が決まり、私も赴任先に一緒についていくつもりでいましたが、夫はそれを拒否してきたのです。お前はここに残ってくれないか？両親のそばにいてやってほしいんだ。私が何を言っても夫の答えは変わらず、結局私は義実家に取り残されることとなったのです。夫は一人で赴任先へと行ってしまい、私が食事の支度をしようとキッチンに立っていた時です。突然後ろから声をかけられ、私は驚いてしまいました。声をかけてきた相手は義母だったのですが、今まで何も言わずにこちらへ来ることはなかったので、思わず大声を上げてしまいました。お母さん!やだわ。そんなに驚かなくてもいいじゃない。すみません。すると義母は何も言わずいきなり冷蔵庫の扉を開けたのです。お母さん、何を？一緒に暮らしてるからとはいえ、生活空間は別々なのに、勝手にやってきて冷蔵庫を開ける義母に私は固まってしまいました。あなたに贅沢させないようチェックしてるのよ。今までは息子がいたから我慢してたけど、これからはあなた一人だし、私がしっかりチェックしてあげます。そう言って義母は持ってきていた袋に冷蔵庫の中身を次々と入れていくのでした。ちょっと待ってください。黙りなさい。身の程をわきまえなさいよ。贅沢は許しません。嫁をいさめるのは夫がすることだけど、今は息子もいないし、私があなたのことをしつけてあげるわ。感謝してもらいたいくらいだわ。そんな。義母は冷蔵庫に入っていた食材をほとんど袋に詰め込むと、さっさと自分たちが住んでる側へと戻ってしまいました。その日の夜、私は夫に相談しようと思い電話をかけました。ちょっと相談したいことがあるの。俺疲れてるんだよ。電話なんてしてくるなよ。そう言って電話を切ってしまい、メールを送っても忙しいと言われ、私の話など一切聞いてくれなかったのです。その日から義母は毎日のようにやってきては冷蔵庫の中を漁り、夕飯にしようと思っていたお肉や野菜など勝手に持って行ってしまうのでした。次第に私は食材を買うのをやめ、デリバリーを頼むようになったのです。食材が入ってないじゃない。主婦なら毎日ちゃんと買い物に行きなさい。息子がいないからって家でぐうたらしてるんじゃないの？空っぽの冷蔵庫を見て、義母は私を怒鳴りつけてきたのです。勝手に冷蔵庫の中を漁り、食材を盗まれるのに、盗まれると分かっていながら、わざわざ買ってくるわけがありませんでした。
買っても盗まれるので、もう買うのをやめたんです。食材がなければ料理もできませんし、別にいいですよね。夫も今はここにはいないんだし。私が反発すると、義母は顔を真っ赤にしていました。嫁のくせに姑の私に逆らう気？逆らうも何も姑だからってそんなに偉いんですか？私はすべてにうんざりしていました。勝手に食材を持ち帰る義母にも、話を聞いてくれない夫にも、そして最近知った事実についても、すべてに投げやりになっていたのです。あなたみたいな礼儀知らずな嫁は、ここから出て行きなさい。息子とも離婚させるわ。仕事もせずに息子の給料で生活してるくせに、家事もしないなんてろくでもない嫁ね。私は在宅ワークをしていましたが、義母の言った言葉をわざわざ訂正するつもりはありませんでした。私は義実家を出ていくことにして、夫にもメールを送りました。お母さんに出て行けと言われたので出て行きます。離婚届はそっちに送ったから記入して提出しておいて。夫からの返事はありませんでしたが、離婚届さえ出してくれればいいと思っていたので、返事がないことは気にしていませんでした。数ヶ月が過ぎ、私は新居で一人暮らしをしながら在宅ワークをしつつ、充実した生活を送っていました。そこへ知らない番号から電話がかかってきたのです。仕事の電話かもしれないと思い出てみると、なんと電話の相手は義母でした。もしもし、私だけど、家を追い出されて少しは反省した？ホームレスになった気分はどう？何を勘違いしたのか、義母は私がホームレス生活を送っているのだと思っているようでした。そんな義母に呆れながらも言い返しました。タワマン50階は最高ですよ。一人でのびのびできますし、何より食材を盗まれることもありませんから。そう言い放ち、私は電話を切りました。もともと義母とは電話番号を交換していませんでしたが、夫から電話番号を聞いてかけてきたのだと思います。義母の番号をブロックしようと思っていたら、2分も経たないうちにまた着信がありました。通話ボタンに指が触れてしまい、仕方なく電話に出ることにしました。どうして勝手に切るのよ。義母は電話口でヒステリックに叫んでいました。私がため息まじりに、もう話すことはないので切りますよと言うと、義母からは思いもよらない言葉が飛び出したのです。お金貸して。はい？お金貸してって言ってるの？タワマンの50階に住んでるって言ってたじゃない？どうせ息子のお金でそこに住んでるのよね。だったらそのお金を私に貸しなさいよ。嫁が贅沢するなんて許さないんだから。何言ってるんですか？どうしてそんな風に思ってるんですか？だいたい私と夫はもうとっくに離婚してるんですよ。なのであなたとも赤の他人なんです。え？義母は私と夫が離婚した事実を知らされていなかったようで、驚きの声を上げていました。夫の浮気とあなたからの嫁いびりが原因で離婚したんです。だから他人に貸すお金はありませんし、金輪際私に関わらないでください。そう言って私は電話を切りました。すぐに義母の番号をブロックし、知らない番号からの電話は取らないようにしていました。ところが数日後、誰かから携帯を借りたようで、留守電に義母からのメッセージが残されていたのです。あなたの生意気な態度は許してあげるから、さっさと家に戻ってきなさい。息子との婚姻届をもう一度出せばいいから、在宅ワークで稼いでいるそうじゃない。あなたのこと認めてあげるから、すぐに戻ってきなさい。元夫が私の仕事のことを義両親に話したのだと思います。元夫は
義両親の前では自分が嫁を養ってやってると調子のいいことを言っていましたが、離婚後仕事をクビになり義実家に戻ってきたようでした。なんと元夫は単身赴任先で浮気をしており、仕事そっちのけで遊び歩いていたのです。元夫は義実家に戻り、金づるだと思っていた私を義母が追い出したことで、義母のことを責めたに違いありません。元夫は慰謝料の支払いで借金をしたそうで、仕事も失い困っているのだと思います。私は在宅ワークで9200万稼いでいましたが、夫婦のお金は別々にしようと、結婚当初私の収入を知らない元夫が提案したことで、財産分与もなく離婚できたのです。義母からの留守電も無視していると、今度は脅迫のようなメッセージが残されていたのです。私は今までの留守電の記録も残しており、それをもって警察に相談しに行くと、義母は警察から厳重注意を受けたようでした。元夫と義父からは私に対して脅迫まがいのようなことをしていたことがバレ、叱責されたようでした。それからというもの、義母から連絡が来ることは二度とありませんでしたが、義家族は一家離散寸前のようでした。元夫も浮気相手に捨てられ、再就職先も決まらず辛い生活を送っているようです。私はこれからも在宅ワークで稼ぎながら、目いっぱい一人の自由な生活を楽しみたいと思います。私は38歳の主婦で、新卒で入った大手企業で今は役職を務めています。夫は私よりも2歳年上で、友人の紹介で出会いました。交際中は優しくて頼りがいがあり、そんなところに惹かれていったのですが、結婚してからは夫の良くない部分が見え始めたのです。義父は私と夫が結婚する前に病気で亡くなっており、結婚後から義実家で暮らし始めた私たちですが、夫は毎日のように飲み歩き、家にいる時でもゲームばかりしているのでした。当時は子供もおらず、自分の給料から使っていたので、私も強くは言いませんでしたが、子供ができてからも夫は何一つ変わってくれなかったのです。私のつわりがひどい時でも、夫は私の心配など一切せず、毎晩飲み歩き、深夜に帰ってくるのでした。幸い、義母は私に優しくしてくれ、体調が悪い時は家事もしてくれたので、それだけが救いでした。娘が生まれてからも、夫は娘に全く興味を示さず、娘が泣いていればうるさいと言って部屋にこもってゲームをしているのでした。娘が生まれ、これからはお金も必要になってくるというのに、夫からは生活費すらもらったことがありませんでした。夫と結婚したことを後悔しましたが、話し合う時間もなく、私は産後3ヶ月で職場復帰したのです。その間、娘のことは義母が見てくれたので、その点はとても助かっていました。ただ、私にはもう一つ悩んでいることがありました。それは夫の妹のことで、義実家には義妹も一緒に暮らしていたのです。義妹は働いておらず、なぜか私は義妹から目の敵にされていたのです。私に対し暴言を吐き、娘が生まれてからは娘に対しても嫌味を言ってくるのでした。義妹からの嫌がらせにストレスがたまり、私は義実家を出たい気持ちになりましたが、義母を残して出ていくことがどうしてもできませんでした。そんな生活を続けながら、娘ももうすぐ小学生になります。義母は娘の成長を誰よりも喜び、娘もおばあちゃん子になっていました。
ランドセルは私に買わせてね。いいんですか？孫のためにできることをしてあげたいの。この子のおかげで毎日幸せだし、感謝してるのよ。私の方こそお母さんには感謝しています。いつも娘を可愛がってくれてありがとうございます。おばあちゃんが買ってくれるの？嬉しいな。ありがとう。義母は嬉しそうに笑っており、私にとっても義母の笑顔は癒しになっていました。すると、そこへ義妹が部屋から出てきて、私たちを睨みつけてきたのです。何がランドセルよ。親子揃って気持ち悪い顔して、この子には可愛いランドセルなんて似合わないわよ。あざ笑いながらそんなことを言う義妹に、私は娘を守るように言い返しました。そんな言い方、ちょっとひどいんじゃないですか？娘からは笑顔が消え、私の後ろに隠れてしまい、義母は気まずそうにうつむきながら何も言いませんでした。だいたいお兄ちゃんはどうしてこんな人を嫁にしたんだろう。大した稼ぎもないくせに、いつも偉そうにしてるし、親子揃って目障りなのよね。義妹は私の容姿や仕事について嫌味を言ってくるのでしたが、正直、引きこもって仕事もしていない義妹に、そんなことを言われる筋合いはありませんでした。言い返したい気持ちはありましたが、義妹の攻撃が娘に向くことだけは避けたかったので、私は何も言わないことにしていました。そのまま義妹は高笑いしながら部屋に戻っていきましたが、娘は義妹に怯えていました。ごめんなさい。娘がひどいことを言って。大丈夫ですよ。それより3人で散歩しながら夕飯の買い物にでも行きましょう。私は沈んだ空気を変えようと、そう言って2人を外に連れ出しました。その数日後、私は義母と娘と3人で娘のランドセルを買いにショッピングセンターへ行きました。たくさんのランドセルの中から娘のお気に入りのランドセルも見つかり、大喜びする娘の姿に私と義母も満足して家に帰りました。途中、夕飯の買い物をするため、私はスーパーへ寄ることにして、義母と娘には先に帰ってもらうことにしました。ただいま帰りました。お母さん、今日はありがとうございます。いいのよ。喜んでもらえて私も嬉しいわ。それよりあの子、はしゃぎすぎて疲れちゃったみたいで眠っちゃったの。あなたの部屋で寝かせてるから。そうなんですね。ありがとうございます。義母からそう言われ、私が娘の様子を見に部屋へ向かうと、私の部屋の方から何やら話し声が聞こえてきたのです。娘は起きており、なんと部屋には義妹がいたのでした。あんたね、ランドセル買ってもらっていい気になってるんじゃないわよ。こんな可愛らしいのあんたには似合わないのよ。母親そっくりで、本当に見てるだけでイライラする。娘は義妹から暴言攻めにされており、その場で固まって動けずにいました。そして、義妹は買ったばかりのランドセルを壁に投げつけたのでした。その瞬間、私は今まで我慢してきた怒りが一気に爆発しました。ちょっと、何してるの？こんな小さな子に対してそんなこと言うなんて、あなた大人げないわよ。しかし、義妹はひるむことなく鼻で笑っていました。なんだ、帰ってたの？だいたいこんな似合いもしないランドセル、買ってくる方が悪いんじゃない。そう言って、今度は床に転がっているランドセルを蹴り飛ばしたのでした。なんてこと！このランドセルはお母さんが娘のために買ってくれたのよ。いい加減にしてよ。娘に謝りなさいよ。感情を抑えきれず、私はつい声を荒げてしまいましたが、
義妹は全く知らん顔でした。謝るわけないじゃない。あんたの娘が生意気だから悪いのよ。その言葉を聞いた私は我慢できず義妹の腕をつかみ、玄関まで連れて行き外へ放り出しました。夫と義母も私たちの様子に驚いていました。今すぐ出て行け。あなたとは絶縁よ。義妹は一瞬驚いた表情をしましたが、すぐに笑いながら私を押しのけ家に入ってきました。あんたに出て行けとか言われる筋合いありませんけど。そんな義妹に向かって私は冷ややかな声で答えました。そうかしら。だいたいここの家賃や生活費、あなたのスマホ代も誰が払ってるかわかってる？誰のおかげでこうして生活できてると思ってるの？そう言うとすべて察したようで、言い返せなくなった義妹は夫に助けを求めたのでした。夫は仕方がないといった感じで私と義妹の間に入ってきました。まあまあ、お前も落ち着けよ。とりあえずお前が娘に注意しておけよ。それでこの喧嘩は一旦終わりにしようよ。夫の発言に耳を疑い、私の怒りはさらに増しました。もう限界よ。私は自分の部屋に行き、テーブルの引き出しから一枚の用紙を取って戻ってきました。ふざけないで。もうこれ以上面倒見きれません。離婚よ。そう言って夫に持ってきた用紙を突きつけました。それは記入済みの離婚届でした。ちょっと待ってくれよ。なんで離婚なんだよ。そんな急に離婚なんて言われても。夫は離婚届を見て真っ青になっていました。急じゃないわよ。あなたにはもううんざりしてたの。でもお母さんのことを置いて出ていくなんてできなかったの。でももうこれ以上は無理よ。娘のためにも私はここから出ていきます。そう言い放ち、私は手当たり次第荷物を詰め込み、娘の手を引いて実家へと帰りました。両親は突然の帰省に驚いていましたが、今までのことを全部話すと、離婚には両親も納得してくれ、私たちを温かく迎え入れてくれました。何度も夫や義母から着信がありましたが、すべて無視しました。その後、私は弁護士を雇い、離婚調停を行い、夫とは無事離婚が成立しました。もちろん、娘の親権は私になりました。ただ、娘は義母に会えないことが寂しいようで、私に何度ももう会えないのかと尋ねてきました。義家族とは縁を切るつもりでいましたが、義母のことを思い出すと、やはりどうしても胸が切なくなり、後日義母に連絡し、娘と会いに行くことにしました。私が家を出てから数ヶ月が経っており、義母は娘に会えたことが嬉しかったのか、涙を流して喜んでいました。本当にごめんなさい。あなたには今まで辛い思いをさせたわね。私もついあなたの優しさに甘えてしまって。私の方こそすみませんでした。あんな風に家を出てきてしまって。あのあと、義母はこのままじゃいけないと決心したようで、元夫と元義妹を家から追い出し、家も売り払ったそうです。現在義母は小さなアパートで一人暮らしをしているとのことでした。元夫と元義妹が今どこでどうしているかはわかりませんが、お金の管理もできず仕事もせず苦労しているに違いありませんが、私にはもう関係のないことです。あれから私はたびたび義母と連絡を取り合うようになり、時々娘と一緒に会いに行っています。